どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、やってきましたジョジョフェス SSR 劇中劇超グレードアップですね。こちらの打者がやってまいりました。期間としてはですね、10月10日から10月13日までなんですけども、平吉影がね、まあ25日まででしたかな、25日まで、手に入るんですね。なのでちょっとね、平吉影シアーハートアタック狙っていきたいと思います。まずは前半の5セットですね、を引いていきたいと思います。ただですね、シアーハートアタックが当たれば撤退ということにさせて、ではですね、運命の1セット目参ります。さあ、泡の色は当然虹、1枚のみ、虹ではなかった、白、うわー、これはつらいな。さあ、3枚目、おっと、アール祭り、4枚目、どこどこどこ、コントロライフ、6枚目、どこどこどこ、しげち、7枚目、ドラララララ、ふんがーみ、そして8枚目、ハザマーダ、そしてラストですね。ラスト、また読み間違えました。さあ、これがラスト。さあ、何が出る、犬、よりによって犬か、つらい、つらいです。わん、しかもつらい、どこどこどこではない、ロハン、バクシシュが漂ってきております。しかし1回目、おアビリティが上がりました、ありがとうございます。まあね、1回ごときでバクシっていうことはね、ないんですよ。バクシはね、もう10回引いてからですね、バクシですよ。負け惜しみさ。さあですね、セットがやってまいりました。では2回目参ります。さあ、泡の色は虹は走ってない、白で稲妻走ってる、2枚以上は確定、これは期待を持てます。さあ、2枚目ローギンズ、3枚目、どこどこどこで決勝。さあ、4枚目、そろそろピストがええよね、しかしアーグ率が多い、5枚目、どこどこどこ、セビー、6枚目、さあ来ました、どうだ、メルシー、メルシーか、ちょっとお呼びじゃない。さあ、6枚目、また来そうだ、どうだ、いや、青のが強化されてますね、青は強化されてる、ということはこの流れはいいんじゃないのか。7枚目、どこどこ、うんうん、さあ8、おっと、これが最後でしたか、そう、1点狙いは辛いところ、悪くはないですね、悪くはない、1、2、3、さあ、ドラララララ、1枚目はジョウスケ、バイスケも来てほしいですけど今回は当たらない。まだ頑張りますよ、さあ頑張ります。やっていきましょう。
メルシーを達成しました。やりました。そしてジョナゴン義務教育終了です。しかし R 率が高い、ちょっと寒い感じですね。では3セット目参ります。さあ和の色は何色だ。虹、そして稲妻走ってる。2枚以上は確定。いきなり来てほしいな、ふんがみゆうや。さあ2枚目ブー、3枚目はどこどこどこ、ネズミ。さあ4枚目どこどこどこ、これは2枚コースか、ターバンビーですね。そして5枚目どこ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 、続いて7枚目どこどこ、さあ来ました、ジョナゴン。8枚目シゲチ。さあラストどうだ、また間違えてる、ブラフォード。さあドラララララで来ました、しかもプラス1、大勝利大勝利です。ありがとうございます、ありがとうございます。シアハードアタックゲットです。ありがとうございました。いやーよかった。ということで、これにて撤退させていただきます。後半は引きません。ありがとうございました。ワン、ツー、スリー、今度はもう余裕を持って引けます。ザ・フォード。さあどこどこどこで赤チェア、ドン。さあ運命の運紙はまあ上がるでしょう。腸が糸がなんかちょっと取れてきましたね。ありがとうございます。いや前回大爆死だったんでね、1点目だから大爆死して当たり前なんですけど、いやよかったです、とにかくよかった、とにかくよかった、粘ってよかったです。ありがとうございます、ありがとうございます。一段落です。そしてジョナゴンですね、義務教育さっき終了したので来てませんということは上がってないですね。ジョナゴン調べさせていただきます。演出スキップどうにかしてほしいですね。いや後で見させていただくとして、ジョナゴン覚醒ですね、覚醒数7、アビリティは8、え、上がってます、やった、あと1回で3回、いや、よかったです、ありがとうございました。ですね、あと2回はね、引けるんですけども、これ以上引いても面白くない動画となるので以上で終了させてもらいます。で後半の方も引かないのであらかじめご了承ください。ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどこかの動画でお会いいたしましょう。ではラストタイム。